野上孝太郎君、えー、自由民主党の野上孝太郎でございます、えー。よろしくお願いいたします。えー、まずあの FRC 報告に関連してですね、えー、この日本信用銀行の破綻処理について、えー、伺いたいと思います。あのまあこの日本信 日本新興銀行のです、ねえー、まあ破綻処理というのは、いわゆるペイオフの初めての適用のものということになりますので、えー、まあこれ、1000万円を超える現金部分についてはです、ね、弁済率39%ということも伺っております、あのー、このお日本新興銀行にペイオフがあ適用されることとなった理由についてです、ね、これ、当時の自民金融担当大臣の答弁を読みますと、 預金や貸し出し金の規模が小さく、特定の地域で高いシェアを有する事業を展開しているわけでもなく、また決済機能も有していなかったという状況を踏まえると、同行の破綻を契機に我が国、または特定の地域の信用秩序の維持に極めて 重大な支障が生ずる恐れがあるとは認められないことから、預金保険法の原則に従って、預金の定額保護、ペイオフを行ったと述べています、ペイオフ基準についても、ですねこれは当時、さまざまな議論があったかと思いますが、これが初めて適用された今回の発端処理ということになりますので、まず麻生大臣にこの処理のことについて、総括をお願いしたいというふうに思います。麻生国務大臣 ご指摘のありましたとおり新興銀行はこれは木村武等々結構有名な人でしたけれどもいろんな意味でこの経営陣が貸金業者からの債券の,の回収とかまた親密な友人関係等々に対して大口融資による急激な業績とか業用の拡大ということを図るというまあ 得意なビジネスモデルと言うべきかなそういうものでやりますという話で当初からいろいろ問題があったところでありますがそれに見合った十分なまあ審査世界で余震審査というものをやらずにまあ業務を遂行した結果経営破綻に至っ ただとというようよに私どもは理解をしてておおりりまますす問題だ思っ今ご,ご指摘のありましたとおりにあの地域の信用秩序に大きな影響も与えるほどそういった特定の地域ということでもないようでもありますので私どもとしてはこれ預金保険法の原則に従いましてあの預金等の定額なんていうの保護保護というか1,000万以上という定額保護をした分につきましては。 いや初めてペイオフというものを行わさせていただいたという経緯であります。その際にあの預金者や借り手へのきめ細かな情報提供また迅速な預金などの払い戻しを行った結果 あの予想されていたような大きな混乱というものは生じなかったように思いますし、日本の金融システムの安定性は一応確保されたというように思っておりますなお現在、まだ日本銀行の債券回収を委託をされております、債券回収機構。 におきましては、債権回収の最大化というのを今、継続中でありまして、料金者等への追加的な弁済ができるように努めておるというように理解をいたしております、いずれにいたしましても、金融庁としては、金融システムの安定確保というものに今後とも邁進していかねばならぬと考えております野上幸太郎君。 適用を通じてですね やはりこの預金保険制度の在り方というものをです、ね、もう一度考える機会にもなっているんじゃないかなというふうに思います。あの昨年の3月ですか、預金保険機構の保険料率に関する調査会というところからです、ね、報告書も出されておりますが、それを見ますとです、ね、例えば可変保険料率についてです、ね、これは個々の金融機関の健全性によってです、ね、料率に差をつける方がいいんじゃないかというようなもの ものでありますが、こういうことを導入した方がいいんじゃないかという話がありましたり、また一方で、財務力が低下した金融機関のです、ね、経営を、そうするとより脆弱化させるんではないかという意見があったりですね、あるいはその親金申請については、相互支援機能がありますから、両立を下げた方がいいんじゃないかと、いろいろな議論がその報告書の中では見られます。 で、そういう中でこの4月にはですね、えー、制度を足ぐらい初めて、その還付金1200億円というものがございました。あの、これを差し引きますと、これ12年度は0.084%が0.07%になるということになるんだと思いますが、まあ、一方でその保険料率自体をですね、引き下げるべきだという意見もございます。あの、ま、様々な意見があるんですが、その今後の保険、 預金・保険制度のです、ね、あり方について、えー、どうあるべきかということをご所見をお聞きしたいと思います麻生国務大臣あの日本の金融システム全体としてみれば私どもはこれは、まあ、相対的な話ではあろうとは存じますけれども極めて健全と考えておりますまた日本新興銀行の破綻及びその処理というまあ 多分歴史的な教訓ということになるんだと思いますが初めての例ですので踏まえますとやっぱり金融システムの安定性健全性というものは極めて大事なもので今後とも維持していかねばならぬところでもありますんであので預金保険制度の適切な運営というのを引き続きあの重要と考えております。 その際に預金保険制度の財務の健全性の確保というところも極めて大事なところであろうと存じますのでこれは引き続きあの長期的な均衡というものを図っていかねばならぬところだと考えておりますその前提であの日本の金融機関の置かれております状況とかまた国際世界のあの情勢等々を踏まえてあのある程度柔軟に調整をしていかないかというところは あることは間違いないと思いますが今ご指摘のありましたように24年度以降の預金保険料率につき,つきましてはあの実行料率を0.084%を維持しつつも年度内には金融機関の破綻がなかった場合これさっきのようなあの新興銀行みたいな話がなかった場合には翌年度に速やかに0.014を返還すると。 とということにししてておりましてもし仮に破綻があった場合は変化,変化はいたしませんがとういった設定をするというような対応をしてきてかなりその点は柔軟に考えてやってきておりますいずれにいたしましてもこの金預金保険制度というものはかなりあの預金してられる方々への安心安全を与えているという意味においては大きな機構存在。 組織と私ども考えこれの安定のために今後とも努力をしていきたいと考えております野上幸太郎君あ,のありがとうございますまさにこれはその現在の金融システムをどうお判断していくのかと状況をどう判断していくのかということにつながっていきますのでえそれを判断しながらまあ柔軟な 運用をですねしていっていただきたいというふうに思います。あの次に長期金利の動向に関連してですね、えー、質問をしたいと思います。先ほど金子委員からもですね話がありましたが、まあ最近こう壁が株がですね、えー、乱高下してますけども、まあ、これは一つにはやっぱりこう急激な大胆な下落があってですね少しこう市場が 不安定化しているということと、まあ、もう一つはま調整局面ということがあるんだろうと思います。まあ、しかし、その長期金利については非常にこう注視していかなければならないと思ってまして、えー、特にその金融機関に与える影響というのも先ほど議論がありましたがあのい、ー、ろんなあの懸念があると思います。あの金利が上がれば国債が下がるわけですから。 金融機関のです、ね、含み損というものも大きくなっていくということであります。あのー、4月にです、ね、日銀が金融システムレポートというものを出してるんですが、えー、これは国債などの金利が1%上昇すると、銀行が保有する債券の評価額が6.6兆円減少すると、えー、こういうように試算をしています。またあの金利が2%上昇する場合には、国債統一基準口の自己資本比率を0.7ポイント引き下げると。 3%上昇すると1.1ポイント押し下げるということの試算も公表をされています。まあ、ただ、金利が上がってもですね、これは景気が回復していけば、 あの資金需要も出てきますし株価が上がるということで、まただちにそれは大きな影響があるということにはならないと思います。一定の金利上昇はですね大きなえ景気回復が止まっていればあの懸念はないというふうに思うんですが、あのちょっと私も心配しておりますやっぱ地方の金融機関なんですね。あの地方はやっぱりまだまだこの景気の回復の波がいっていないというところがありますので、まだその資金需要が出てきているという段階にもないということにもなりますので、またその長いね期間の。 国債を持っている傾向もありますので、え、ここはちょっと心配かなという感じがいたします。であの金融庁においてはですね、金融マニュアルで検査マニュアルでですね、まあこの金利に対するリスク管理についてしっかりまあ管理していくんだということにもなっているんですが、この金利上昇はですね、その我が国の金融システムに与える影響をですね、どう。 とらえておられて、そしてその金融システムの、金融機関のです、ね、リスク増大に対してです、ね、どういうふうにして対応していくのかということをお聞きしたいと思います麻生国務大臣あの。その時々、その場面場面での金利の動向というものが、金融機関の財務に具体的にどのような影響に与えるかにつきましては、これはちょっとコメントする立場というか、ちょっと差し控えさせていただきますが。 重ねて一般論として申し上げさせていただければこれは金利の上昇は国債価格の、まあ、下落というものによりまして金融機関が保持しております、えー、国債の資産価値を下げるというマイナスの影響を与えるということはあの間違いない一面としてあの理解をしておかねばならんところだと思います。 他方、貸出資金の上昇とか、景気回復に伴います株価の上昇というものはございますんで、これはあの持っております株式、保有しておられる株式の価格にいう資産が上昇いたしますその点はプラスになろうと思います。ただ、あの今先ほども例にしありましたが、金利が一律に1ポイント上昇したという場合におきましても、大体これ大手、大手口には相応の 債権時価損失というもの言、まあ、一定は生じ,る生じるのは確かですけれども、あの自己資本基盤整備、基盤というものはかなり整備をされており,ますのおりますので、大きく損なわれることはないという旨の資産はもう公表されておりますのは、ご存じのとおりです。いいずれにいたしましまても債権保有 いいうものに伴いましてて起きてくるリスクというものの管理につきましてはこれは一義的には,これは金融機関の自己責任でやっていただかねばならんということはもう確かなんですが金融庁としてはこれは足元の銀行のポートフォリオ内容を。 に占める債券の割合、これ銀行によっても違いますんで、いろいろ比重が高まっておりますが、債券の比重が高まったということを踏まえて、この際、その対応については適切に対応していかねばならぬと考えております。野上幸太郎君。 それで金、まあ、利を考えるときにです、ね、やっぱりもう一つは財政の信任だと思うんですね、それで、えーまあ、今度、政府としてはですね6月に骨太の方針を策定をすると、また成長戦略の策定もあると、8月には中期財政計画の策定があるということでありますので、ここを通してですね、まあ、財政の信任と、もう一つやっぱり成長戦略との両立ですよね、このバランスが非常に難しいし、ここが肝なんじゃないかなと思うんですが、 二日前にもその骨太の方針のですね、えー、大枠があ財政諮問会議でですね、えー、示されたということなんですがこの6月に向けてですねどういう姿勢でですね財務大臣として望んでいくのかお聞きをしたいと思います。麻生国務大臣。あのご指摘になりましたようにこの財政のっていうものを健全化というものをなくしてこれはあの国の将来も。 安定したものは得られがい,いまして今やつぎ合によく言われる三本の矢というものをあの実施させていただいて持続的な経済成長というものを実現していくためにはこれは税収の増加というものを通じて財政健全化というものに大きく貢献するということものだと考えております。他方 歳出の重点化ということもこれは当然やらなければならのであって消費税率の引き上げを含みます社会保障と税の一体改革等々を着実にあの実行して持続可能な財政構造というものを あの構築してていくこととが大変大変事だと思っております今また市場の信任ということを言われ,言われておりますけれどもこれは長期金利が急激に上昇するというようなことによってこれはリスクというものを出てくるということになりますんで民間の投資を促進するということもこの際 GDP のうちの大きな一環を成します個人 企業の設備投資等々、そういったものに対しましても将来の不安というものを感じるようではそこに投資も起きないか消費も起きませんのでそういった意味ではあの私どもとしては十分にそころを踏まえて先般の5月の28日財政諮問会議におきまして骨太方針の目次案が出されたところでありますが。 これ目次のところで目次はこういったことってあれされただけのところでもありますんでこれを9月の半ばぐらいまでにこの骨太方針っていうのは正式に出来上がることになろうと思っておりますが今私どもとしてはこの中に財政健全化と経済成長は両立するんだということをきちっとは踏まえた上でやっていただかないとなんとなくこっちだけ言って。 健全化がおろそかになるというのでは、国家としての信用、国の債権の信用が損なわれるということになりますので、私どもとしてはそういったことを十分に踏まえて、念を,をめどに、中期財政計画を策定する等々、きちっと対応していかねばならぬと考えております。野上幸太郎君あの。時間が来たので終わりますあの、通告していた質問については、また次のお質問の際にです、ね、させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。